そげよ目に3000里。気づけばすでに1週間以上、アメリカに滞在しているわけなんだけど、そろそろ我々も日本に帰る時が来た。現在朝の6時。本日は饅頭大移動の日なので、まずは朝食を済ましていくぜ。本日の食事はパンケーキとオムレツ、それに豆のペーストとなっているよ。このあんこみたいなのがそうなんだが、メキシコ料理のフリホレスってやつかな？塩味のあんこって感じで、単品で食べるものじゃないね。オムレツは至って普通のお味。そしてパンケーキはミニサイズで、安っぽい印象を受けるんだけど、やっぱりパンケーキは美味しいんだよね。そしてこのパンケーキなんだが、こんな感じで機械が設置されており、自動でパンケーキを焼き上げてくれるようになっているぜ。こういう日本で見ない機械って、なんでこんなに心惹かれるんだろうか。一回で3枚ミニパンケーキを製造してくれるんだが。これのおかげで熱々のパンケーキが食べられるぜ。そして本日の予定なんだけど、飛行機に乗るためアルバカーキに戻ることになっているよ。だがその前にちょっと観光しようと思うぜ。ロズウェルから2時間程度なんかすると、カールスバッドキャバーンズに到着する。ここで洞窟観光を楽しんでから、ニューメキシコを縦断する形で、アルバカーキに戻っていくぜ。休憩とか考慮しなければ、7時間程度の道程になりそうだね。長いようで一瞬だったアメリカ生活。本日もひたすらまっすぐ進む一本道を、音楽を流しながら爆走していくぜ。見渡す限りの地平線と朝焼け、とても幻想的な光景が広がっているよね。しかし油断していると、いきなり車体がガクッと揺れ驚くことになる。この辺りは最近工事されたのか、すごく綺麗に舗装されているんだけど、穴が開いていたり凸凹にうねっていたり、結構路面が荒れていることも多いよ。国土が広すぎてなかなか手が回らないんだろうな。そして左右に広がっている、この牧場地帯。ドライブにはもってこいのコースなんだが、こういった田園地帯は意外な問題が隠れている。それが匂いだよ。それも肥やしのな。郊外には牧場地帯が広がっているんだけど、終わりが見えないくらい規模がでかい。するととんでもない量の肥料が必要なはず。すでに散布されているのか、その姿は見えないんだけど、車の中にまで匂いが入り込んでくるんだよね。思わぬところで臭い思いをしてしまったんだが、バックトゥーザフューチャーのビフが嗅いだ匂いも、こんな匂いだったのかと思うと、まあ経験の一つだな。そして目的の洞窟なんだけど、どんどんと細くなる険しい道を登った先に、入り口が待ち構えているよ。まあ GoPro が切れていたので、これは帰りの下る映像なんだが、曲がりくねった山道を登っていったぜ。この専用道路を進んでいくと、頂上にビジターセンターが待ち受けている。登ってきた反対側は結構な山道だったが、こうしてるとなだらかな坂の上に、あるように見えてしまうな。規模がでかすぎて実感しづらいんだけど、結構な標高で強めの風が吹きすさんでいたよ。くっそ寒いのでさっさと中に入ろう。こちらのカールスバッド洞窟は、徒歩で潜ることもできるんだけど、この奥からエレベーターで向かうこともできる。片道2キロ、高低差229メートルをカットして、一瞬でメインの洞窟部分まで到着できるぜ。さてこちらのカールスバッド洞窟は、全部で83個の石灰岩洞窟をまとめた、国立公園となっている。全部回るのに1時間以上かかる広大な空間に、侵食によって奇妙な形をした岩が、ライトアップされているぜ。83個の洞窟群の中には最深部、489メートルで、全米1位、長さ世界5位の洞窟も含まれており、
漠然と感じていたデカさというものを、データが裏付けしてくれているよ。そもそもこの洞窟は昔は海だったそうだ。それが内海になり完全に干上がり、岩塩と石灰の地層が出来上がったそうだ。地下水に混ざったガスが反応し、発生した硫酸によって巨大なこの空洞は形成されている。そしてこの空間を装飾している鍾乳石は、酸性化した雨水によって形成されている。2.5 億年という気の遠くなる時間と、化学法則によって形成された洞窟なんだが、日本の周報道ともまた変わった景観になっており、ぜひ一度訪ねてほしいスポットになっているぜ。ということで観光も無事終わり、あとはアルバカーキに戻るだけになったよ。まあここから帰るのが一仕事なんだけどな。それでも日本で4時間以上運転するのと比べると、格段に楽なんだけどね。ないはずのケツや腰に、着実にダメージは入っているぜ。長距離ドライバーはマジで過酷な仕事だね。そりゃドライバーも不足するわと、実感する旅でもあったが、まあそれは置いておいて、アルバカーキの宿まで一気にカットしてしまうぜ。4時間以上の運転を終えて、疲労困憊でたどり着いたのが、こちらの Airbnb。ここでも離れを改装したような作りになっているぜ。広さ的には日本のワンルームの賃貸みたいな感じだね。設備的にもキッチン、リビングと、一人暮らしのアパートって感じだな。仕切りの奥にはベッドが置いてある。みんなが想像するアメリカの住宅街って感じのところにあるんだが、ぐっすり朝まで眠れたぜ。そして水回り。この旅行で改めて日本はトイレに恵まれていると、実感することになったぜ。ウォッシュレットに引いた後、何気なく使っている機能がいかに優れているか。そして全自動お湯張り機能とバスタブ。ほとんど車の中だったので冷えるとかはないんだけど、そろそろ湯船に浸かりたいね。そしてこの後アメリカ最後の晩餐に向かったんだが、ラストを飾るのはバーベキュー。今回のお店は南部を中心にチェーン展開されている。このバーベキューというものをアメリカで食べてみたくて、ずっと胸を躍らせていたんだが。ここでもやっぱり外れてしまったぜ。我々に胸がないのが悪いのか、結局踊ることはなかったよ。まず器の代わりになっているのは、燻製された皮付きポテト。この間に肩バラ肉であるブリスケットのバーベキューが挟んである。下にはチェダーチーズとクリームチーズが挟んであり、上からバーベキューソースを好きなだけぶっかけて食べるぜ。聞く限りはいかにも美味しそうで、実際に口に含むとバーベキューソースの旨味が、一気に脳天まで駆け上がろうとするんだけど。ゴール直前でこれまで味わったことのない減速を経験するよ。美味しいと口まで出かかったのに、まるで潮が引いていくみたいに、うまいものを口にした時に得られる喜びが、一気に姿を消してしまうぜ。その主な理由は冷め切った具材のせい。外側のポテトは常温にまで冷めており、チーズを満足に溶かすこともできない。中の肉は硬くなるまで冷めており、よく YouTube で見られるブリスケットとは、雲泥の差になっている。この冷め切ったポテトや肉には、燻製の香りがつけられているんだが、この温度ではそれが悪い方向に働いている。せめてもうちょっと温めて出してくれていれば、アメリカのレストランに対する印象も、変わっていたかもしれないのに。この日は運転で疲れ切っていたので、晩ご飯後はそのままぐっすり。そして次の日、我々は飛行機に乗って帰る予定なんだけど、まずはお土産を購入していこう。ということでお土産を買いに向かったのは、こちらのザ・キャンディーレディー。一体何のお店なのか、困惑しているだろうけど、こちらはとあるドラマに関係するお店。そしてアルバカーキでドラマと言ったら、もちろんブレイキングバッド。ではどのようにこの店がドラマに関わっているかなんだけど、その答えがこちら。
こちらは劇中に登場した覚醒剤であるブルーメス。撮影に実際のドラッグを使うわけにもいかないので、役者さんはこの飴を砕いて鼻から吸っているよ。味自体はコンペイトーのようで刺激はないんだが、それでも鼻に入れるとかなり痛いらしい。このお店はこの飴を用意した飴屋さんなんだけど、ブレイキングバッド関連グッズも揃えており、ファンなら誰でも楽しめるお店になっているよ。こっちのジェシー版も購入したんだが、まだ飛行機までの時間が余っているから、公園に散歩しに行こう。ということで今から向かうのは、ペトログリフ国定公園。昔のインディアンが残した岩を楽しめる、トレッキングコースになっているぜ。この公園にはいくつかのコースがあって、こちらはリンコナーダキャニオントレイルという、コースになっているよ。入り口は狭くなっているが入場は無料。この先をぐるっと一周回れるようになっているよ。見た感じ荒れ地のようになっていて、何も見るものがないように思えるんだが、ここで注目すべきは斜面に見える無数の岩石。斜面にはこんな感じで無数の黒い岩が並んでいるんだけど、この中にインディアンが描いた絵が、無数に刻まれているそうだ。どうも調査によると2万4000以上書かれているそうだ。岩絵は1300年頃から17世紀頃までに書かれたものが、中心になっているそうなんだけど、こうして見つけようと目を凝らしていると、関係ない傷すらも岩絵と錯覚するね。そしてようやく見つけたと思ったら、そこに書いているのはアルファベット。この落書きはなんと1919年のもの。侍の落書きがアンコールワットに残っているくらいだし、昔から遺跡に落書きする人は絶えなかったんだな。明らかに現代人が書いたらしき落書きもあり、こういったシンプルな図形が逆に怪しくなってしまっている。簡単にコピーできそうだし、本物と見分けがつかないんだよな。結局1時間ぐらいは歩いたのか。最後の食事としては悪くない時間になったね。ということで訪れたのがタコベル。こちらは日本ではほとんど見ないけど、メキシコ料理のファストフード店になっているよ。失敗し続けたメキシコ料理の再リベンジのため、やってきたんだが、こちらはメキシコ料理というより、テクスメクスといった方がいいのかもな。これはメキシコ風アメリカ料理を指す言葉で、寿司と寿司くらいの違いがあるよ。そして頼んで出てきたのが、ケサディーヤとタコスのセット。ここに来てようやく、想像していたメキシコ料理の味に出会えたよ。こちらのケサディーヤはチーズを挟んだ、メキシコのファストフードらしいんだが、ここではチキンが入っているぜ。南米のスパイスの効いたソースが、食欲を引き立ててくれるよ。そしてタコスの方なんだが、アメリカらしいハードシェルになっている。パリッとした食感と、チーズとタコミートの合わせ技で、無敵なお味に仕上がっている。チリソースが配布されているので、お好みでかけて食べるようになっているぜ。そしてこちらはタコベルオリジナルの、マウンテンデュー。なんというか人工的な感じが本家よりも強くて、我々はあまり好きになれなかったぜ。本家は旅行中ちょくちょく飲んでいたんだけどね。そしてこれにて我々のアメリカ旅行も終わり。あとは安全に家まで帰るだけだね。ということでアルバカーキから飛行機に乗って、丸一日かけて日本へ戻ったぜ。いつかアメリカに行ってみたいとは思っていたけれど、まさかここまで大掛かりな旅になるとは思いもしなかったね。まあ全ては偶然が生んだ結果なんだが、ここまでの動画を撮れたのは、自分でも満足しているぜ。やっぱり足を使った取材というのは、力があるもんだね。まあ我々に足はないんだが、楽しんでもらえたなら幸いだぜ。
そして旅動画としてはこれで最後となるんだけど、下準備や今後の活動についても、いろいろ話したいことがあるので、次回反省会をやって終わりにしたいと思うよ。それでは今回はここまで。またね。